値段も上がってきてます。動き出して大月がニア外からヘディング、先制エルノバ山口 FC、 中から入ってきました沼田、セットプレーで山口先制1対0。ディフェンスの効いてる中でこの間ですよね、はい、間にしっかり入ってきて、このボールがやっぱり高い位置からちょっと風の影響もあるのか巻いて落ちてきたので、あの長崎のディフェンスとしてはまあそのマークというよりはねエリアを防いでいるので、そのちょうど間と間にボールが落ちてきたところに沼津選手